我々が悪と呼んでいるものが善と呼ばれる善悪が逆転した世界。この世界では生まれつき黒きコウモリの翼と白き鳥類の翼の生えた2種類の人間しか存在していない。前者は高貴なる黒き羽の者と呼ばれる強力な支配階級を形成し、下賤なる白き羽の者どもを奴隷として使役していた。この事実を説明するために彼ら黒き羽の神父たちは次のように語った。遥かなる神話の時代、世界は愛などというまやかしを信じる偽善者の大悪神ゴッドによって支配されていました。ところがある時、世界の救世主であらせられる偉大なる大天使メフィスト様が、大悪神ゴッドの手先である白き羽の邪神どもに反旗を翻し、父なる大神サタン様の旗のもと、我々のために聖戦を始められたのです。違う、天界を二分する戦争は666日間も続き、ついにメフィスト様たちは愚かなる邪神どもをこの魔法都市リニアの地下深くの地獄に封じ込めることに成功し、この世のすべての偽善から我々を解放してくださったのです。なんか変よ。つまりはメフィスト様こそがこの世界の魔王ことなき全知全能の大天使。我々高貴なる黒き羽を持つ者たちはすべてこの救世主メフィストフェレス様の直系の子孫であり、この羽の色こそが選ばれた強者の子孫である何よりの証。絶対下賤なる白き羽を持つ者はすべて愚かなる邪神の末裔なのです。だからこそ我々がこの都市リニアで生活するためには、この邪神たちを封印するために白き羽の生贄を必要としているのだ。よかった。よかった、もう目を覚まさないんじゃないかと思ってた。だってもう10ヶ月以上も高熱を出して寝込んでいたのよ。
どうしたの？まだどこか痛むの？まさか私のことを忘れちゃったの？え？まさか自分のことも？ねえ、あなたの名前は？したのよ。雨の日に雷が落ちて傷の手当てはしたんだけど、ずっと眠ったままなんだもん。心配したのよ。背中の羽？本当に全部忘れちゃったのね。誰にでも生えてるものなのよ。あなたにも私にも順番に思い出していこうね、この世界のこと、そして私たちのこと。目が覚めたからってまだ動いちゃダメよ。ずっと眠ったままだったんだもん。体がびっくりしちゃうから。退屈しないように私がお話をしてあげるね。あの大きな落雷があった日と言っても覚えてないよね。あなたは私のために山へ入って薬草を取ってくれていたの。なぜ医者に行かなかったのかって、それはちょっとね、行けない事情があったの。とにかく山の奥へと入っていったあなたは何かの事故に巻き込まれたみたいなの。それはとても大きな事故だったと思うわ。だって私は見たんだもの。雨が止んだあの日、やっと動けるようになって入っていった山の中にあなたを囲むようにして倒れる大勢の人の死体を。かすかな息しかしていない血だらけのあなたを見たとき、私絶望でもう何も考えられなかった。無理はしない方がいいと思うの。早く元気になってね。大丈夫？目が覚めてからまだ1週間しか経ってないのに。起きたりして。でも無理はしない方がいいわ。まだ本調子じゃないみたいだもの。それと一つだけ大事なお願いがあるの。これは重要なことだから絶対に忘れないでね。あなたはこの世界での記憶をなくしてしまっていて、この世界の常識に慣れてないはずでしょ。だから私が安心してあなたを家の外に送り出せるようになるまで勝手に家の柵の外には出ないでほしいの。いい？外に出ちゃダメよ。二人だけの約束。しばらくはちゃんとリハビリしなくっちゃね。
その本はね、オカルトって呼ばれるもので、読む人はみんなおかしな人だって言われちゃうの。やっぱり変なのかな。見ちゃったんだね。どう思うかはあなたが考えて、私は。さあ、もう休んで。無理はしない方がいいと思うの。あなたの寝顔って可愛いんだ。見とれちゃった。綺麗になったね。私より上手。Thank you.
ゃんと休むことも必要だよね。また明日から頑張ろう。二人っきりの生活なんだもん。春はあけぼの。おはよう。気分はどう？